じゃあ撮ってるよもう。ん？撮ってる。あ、知ってるよ。あ、知ってる。うんうんうん。パジャマだよ。そうだよ。そうだよ。うん。うん。ね。ね。え、今日はね、なんと私が寝るの好きすぎて YouTube で寝まくった結果。そう。もう本当にあやちゃんがね、もうこの YouTube 始めて4年半。うん。もうさまざまなところで、うん、年に。はい。年に。はい。寝まくった結果なんと、はい、枕のお仕事をいただきましたありがとうブレインスリープさん。世の中大丈夫か。すごいなあちゃん。なあ、すごいことだよこれは。いやもう私もびっくりだよなあ。いやそもそもね、うん、この枕のお仕事はね2回目で、1回目はもう2年以上前なんだけど、うんうん、その時から比べて枕がねもうリニューアルしたから、はい、どうっつって。そうで来たってわけ俺が生まれてきたってわけというわけでね、はい、今日はきっとテンションがあーちゃん高いですが、どうぞよろしくお願いします。よいしょーす。世の中すげえ。じゃあ寝てればいいってわけじゃないよ。いやーこれね本当にね、ああいいよ大丈夫かこの人いや私ねこの2年前の案件でもらってから、うん、この枕気に入りすぎてね、うん、もうずっと旅中使ってたのよ。ね、日本一周中ずっと使ったよね。そう、ばあちゃんほんと気に入ってたわ。確かにこれねめちゃくちゃいいよ。なんかねこれさっきさ見せてたんだけど、こういうね、うんうん、繊維状になってる枕だから、はいはい、このまま水をかければ丸ごと洗えるのよ。ああそうなんだよね。そうだからそんな記憶あるわ、うんうん、そうだからすごい衛生的で。洗ってるとこ見たことないけど洗ってるとこ見たことない。やっぱりすごいよめっちゃ綺麗になる。洗ったこれこれ洗ったことあったかいやだってこれなんか見た目から汚い感じしないんだもんそういう問題かで、もう枕ってさこう自分の首とか頭の形に合わないとさめっちゃ寝づらくない？寝づらいし痛くなるよね。そう痛くなっちゃうし、なんか寝起きもすごい悪いとか、はいはい、よくないんですよ。で、そのお悩みを解決するのがこのブレインスリープの枕急に通販サンクサイゾーサンクサイゾー下手か違う下手だろ違う何だ今の吹き替えみたいなやつ。このブレインスリープの枕もうね実際リニューアルしたやつもね数日使ってるんだけどね、うんうん、本当になんか前のと比べるとねこう頭がねしっかり安定した感じがして支えられてるなって感じがする。へー、うん、なんかこれ変わった形だよね。そうこちゃんよく気づきましたねおこの枕、うん、もうね33万部超えのベストセラースパスなんてなんてスタンフォード式最高の睡眠の大切な部分を集約して作られた枕なんですよ。ほう。で、なんでこんな通気性抜群の繊維素材できてるかっていうと、頭部を冷やすことによって質の高い睡眠になるの。考え尽くされてると。そう。それでね、このね枕のね、ほんといいところなんだけど嬉しそうだね。なんか嬉しそうだね、あなた。もうね、聞いてほしい実はね、新居引っ越した時に枕をね、うん、買い替えてみたのよ。ね、二人で買いに行ったよね。そう、まあ日本一周も終わったし、まあ新規一点ね、結構2年ぐらい使ったから買えようと思って、うん、もうお店でフィッティングもして、なんか自分の形に合うみたいな。そうそう、ちゃんと選んで帰ってきたの。なんかね、ちょっとちゃんとええやつみたいな。そうそうそう、ちゃんとええやつみたいなやつを買って睡眠の質を求めて買いに行ったけど。そう、買いに行ったけど、なんかね、帰ってきて、まあ自分家のマットレスでこう、で寝たら合わなくなってたんだよね。ね、なんか全然こう合わせてもらったのに形が違うみたいな感じになって、うんうん、でなんかもう結局もう一回予約取って作り直してもらうのがめんどくさくて、うん、もうこの枕に戻しちゃった。ね、1ヶ月ぐらいで戻してたよ、なんかすぐ戻しちゃった。合わなすぎてさ枕が、うん、あのなんか枕が嫌いなのかな、なんか本当に朝夜普通にね、そう適当に本当にねこうやってこう寝てて、枕こうやって使って、そうこうやって寝てるんだよ。夜はちゃんとこれで寝るんだけ だけど朝起きたら、はいこうなって、絶対こうなってマジで、え、これ1ヶ月くらいあって本当にそう。そうで、しかもまあこの枕
が悪かったわけじゃないんだけど、なんかね、歯を食いしばりすぎてて、夜にいつの間にか。うつ伏せになってたから。うつ伏せになって、こうやってぐーって食いしばってたせいで、結婚式直前に、顎関節症一歩手前みたいな。あの、口開かなくなっちゃって。合わない枕、危ねえと思って。そんなになるかどうか、そこまで嫌だったみたいになったけど。本当にびっくりしたの、私。いや、だからね、正直、このお仕事来た時、めっちゃ嬉しかった。新しい枕だ。やったー。だからね、この枕のいいところなんだけど、この何層にもなる繊維素材がね、徐々に自分の頭とか首の形にね、フィットするように変わってってくれるの。だから何もしなくても、こう、パーソナルフィットができるの。おー。いや、確かにね、その自分にさ、合う枕をさ、見つけるまでのストレスがないから、そうだね。そう、めんどくさがり屋にはおすすめかもしれん。そう、私みたいなな。でね、本当に好きだから、どうかなと思って。あ、おう。何やねん。何それ、枕じゃーん。俺の、そう、マジか。いや、なんかこんちゃんもさ、結局一緒に買ったけどジャストフィットしないって言ってたし、うんうん、もうすぐねクリスマスだから。ありがとう、はい、すげえ。もうね、枕こそね、やっぱ全てを制すから。全てを制すの。ただ枕をさ、プレゼントするのって体に合うかわからないからね、結構迷ったんだけど。あ、確かにね。そう、ただこれは自分の形にね、枕が合わせてくれるから、うん、プレゼントできるかなと思って。ありがとう。はい。すげえな。ちょっと誕生日もね、結婚式終わりでさ、なんかあんまちゃんとできなかったし、うんうん、クリスマスも近いしというところで。はい、おはようございます。見て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 。開けていいの。うん。おお。よいしょ。あ、すげえ。あ、いいね。おお。これね、私と高さが違うんだよ。こんちゃんのがスタンダードの高さで、私のがローっていう高さで。前と一緒だ俺。スタンダード。そうそうそう、スタンダード。あ、すごい、いいね、いい厚みだね。おお、すげえ。おお。どう、こいちゃん。おお、いいね。いい。お、気持ちいい。こっちはどう。こっちは、あ、こっちもいいね。あ、ほんと。うんうんうん。あ、スタンダードちょうどいいよ。これ確かに眠くなるね。眠くなる。これ眠くなるのよ、ほんとに。あいちゃん、どうだ、その高さ。ん？低くない？低くないよ、全然。ほんと？こいちゃん、高くないの、これ。あ、全然。ほんとに。もう、やっぱ人によるんですね。確かに。みんな違って、みんないい。あいちゃんを。いやでもね、マジでね、あーちゃん寝るのが好きで、 YouTube やめたら何するんですかって聞かれると、絶対ね、もう本当に布団屋答えるんですよ。ずっと布団屋って言ってる。ずっと言ってる。もっと YouTube 頑張るんだ、あいちゃん。もっと YouTube 頑張ろう。やめたら布団屋就職する。ここで働きたい。ブレインスリープさんで働きたい。ここで働かせてください。うるせえよ。ここで働きたい。寝ろよもう。いや、というわけでね、はい、ブレインスリープピローはいかがだった。めちゃくちゃね、もうオフオフがすごいな。力が入らない。これ案件本当に。ブレインスリープピローいかがだったでしょうか。はい、今日一日パジャマだったわ。いや、人生のね、3分の1は睡眠ですから、やっぱこだわっていいところだと思うし、私は全力でおすすめしたいです。なんかね、やっぱりその自分に馴染んでね、うん、枕が変わってくれるのがやっぱり俺的にはいいかな。ぜひね、頑張る自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにしてほしいなと思います。はい、大丈夫でしょうかこれ。大丈夫。いや、俺らなんかね、いつもちゃんとやってるんですよ。いつもちゃんとやってる。今日はやっぱりね、枕の案件だから、こういうぐーたらな感じになってしまったんですけど、ちゃんと仕事をするときはする。ここで働かしてやつらですよ。というわけで、また次回。バイバイ。バイバイ。おやすみなさい。